1989年度撮影の航空写真。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成八王子インターチェンジは、東京都八王子市にある、中央自動車道のインターチェンジ。下り線のみ国道16号八王子バイパス、横浜方面専用の第一出口がある。上下線入り口と、上り線出口。 下り線第2出口が国道16号本線にあり、事実上こちらが主 IC となっている。また、八王子本線料金所が併設されている。なお、ここから高井戸方面は大都市近郊区間に指定されている。このインターチェンジから高井戸 IC の間は、均一料金なので、上下線ともインターチェンジの西側に本線料金所がある。 均一料金区間集団であり、なおかつ、小牧方面への入り口は、本線合流して、すぐにある、八王子本線料金所がその役割を兼ねているため、高井戸方面からの出口及び、小牧方面の入り口に、料金生産機などは設けられていない。入り口下り線第1出口バイパス相模原、町田下り線第2出口、上り線出口。 八王子秋島城下線入口吉木地区を除いた八王子市、秋島市、町田市北西部、相模原市、愛工群相川町などの最寄りインターチェンジである。また、以前は国道411号を経由して県王道秋るのインターチェンジへは30分程度であったが新滝山街道の開通で10分程度と大幅に短縮された。ありがとうございます。